ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回のオゾンの使い方マスタリングテクニックシリーズはいよいよこの最終段に指すマキシマイザーの使い方、こちらをお伝えしていきたいと思います。ね、前回の動画ではこのヴィンテージリミッターというのを使ったんですね。もちろんこれを最終段にしてヴィンテージの風味をね付け加えて音量調整を、ね、音圧の調整を行っていってもいいんですけれども、このマキシマイザーで、最後を締めるという方が非常に多いです。これなぜかというと、より最終段に指すため の味付けだったりとか細かく設定できる部分が多いといったところが多いですね。でもちろんそのヴィンテージの味が好きだという方はヴィンテージリミッターを最後にしてもいいんですよ。で今回出たこのマキシマイザーの使い方なのですが、これも意外とシンプルな、操作になっております。まずマキシマイザーというのは何かというと、より音を、強調することができる、ね、リミッターの効果もありながらもより音を増幅させるような音量感を上げられるようなアルゴリズムのエフェクターなんですね。マキシマイザーより派手に華やかにするようなイメージなんです。でもリミッター効果もあるみたいな。でまずここのモードなんですけれども、これはまあキャラクターというか味付けの種類だと思ってください。さらアルゴリズムが違うのでその音のニュアンスが変わってきます。ここでさらに、プルダウンで選べるようになってますね。トランジェントのね、例えばトランジェントっていうのは音の頭に出だしに対するアプローチのね違いだったりとかっていうのは、これはちょっと実際に好みの質感というのを見つけたりとかしてみてくださいね。そして、ここの、おなじみのスレッショルド、これを下げれば下げるほどこのバーを下げるほど、かかりが良、くなってきます。でこの青いこのゲインリダクション、このスピードで抑えてるよっていう、ほらわかります？この波形がとんがってるところだけがバンバンこう抑えられてるっていうのが。そしてシーリングが前のね、前回の動画でもお伝えした、これ以上上にはいかないですよっていうことですね。門番みたいな感じですね。ここが最大値になりますよ。マイナス1デシベルの値が最大値になるといったところ。そう。なので、余白を持たせたい場合はマイナス3で安全にしてもいいですし、定番のマイナス1にしてもいいのかなといったところ。で、トゥルーピークも前回の動画と同じですね。こうアナログデジタルで変換した時に生じる、クリッピングを抑えてくれる真の、ピークから守ってくれる、ちょっとパソコンの負荷は上がるんですけれども、これオンにしておくと安心といったところが一つ。そしてこれ、ね、リンクボタン、これも一応連動して上がり下げするという機能もあります。そして、なんといってもこれが便利なんですよ。ラーンスレッショルド。これ何かというと、前回お伝えしたラウドネスノーマライゼーションの話ね。例えば YouTube だとマイナス 4LFS がいいよっていう話もしたんですけれども、例えばここですでにね、例えばマイナス 14dB って指定したとしましょう。指定してラーンをオンにすると、これですか。この AI が勝手にこのマイナス 14.1LFS になるにはどこのスレッショルドにすればいいのかっていうのを勝手に判断してくれるんですよ。これすごい便利ですよね。例えばもうちょっと音圧上げたい、例えば CD 基準の場合で、例えばマイナス10前後にした場合にランさせると、ね、約マイナス10になるようにかなりこの下がった設定にしてくれてますよね。っていうふうにすると非常に、まあ、自分でも判断ができにくいなっていう場合にやりやすいっていうのが一つですね。そしてこのキャラクター、これはファーストスローってなってるんですけど、反応速度ですね。ファーストにした方がアタックタイムが早いっていうイメージ。遅くするとちょっとこの波形の出方がゆっくりですよね。早くするとほらこの、リミッティングしている部分、波形のところ、ほら青いこの線がとんがっているところが一瞬ですよね。だからつまり言うと、早くした方が、まあ、よりタイトな、音になる、まあ、ナチュラルさをちょっと保っていられる、本当に出過ぎている部分だけを叩くことができるようなイメージというのを覚えておいてください。そして、ここですね、これ、ね、LR のより左右のトランジェントとサスティーンという部分なんですけれども、まあ、これはステレオコントロールといったところなのですが、要するに言うと上に上げれば上げるほど、音量感を保つことができるんです。この機能って音量感を保つことができる、いやむしろ音量をもっと上げやすくなるんだけれども、ステレオのワイドの感じがギュッと狭まってしまうんですね。なのでステレオ感を保ちたいという場合はゼロにしていていいのかなと
で、音量感優先にしたい場合はちょっとステレオ感が下がっちゃうんですけど、上に上げると音量感保っていられるっていう感じなんですね。で、ちょっと音量感を足したいんだけど、ちょっとステレオ感狭まってもいいやっていうのであれば、ちょっと下げるやって調整するといいですね。そしてこのトランジェントエンファーシス、これ何かというと、上げれば上げるほどトランジェントっていう音の出だしの部分の、鋭角さが保たれるんですね。なので上げた方が、よりタイトな、トランジェントの硬い音になりますねっていう感じと、もう一回いきますね。本当に微妙な違いなんですけれども、要するにとここをオンにして上げた方がトランジェントの鋭角さが保たれると思っていてください。で、今までね、こう説明してきましたけれども、じゃあここでどういうふうに設定をすればいいかというと、さっきもね、お伝えしたように、前回の動画でもお伝えしたように、LVFS 値、もしくは RMS 値っていうのを見ながら、配信したいプラットフォームに応じて調整していくのがいいですね。で、トゥルーピークじゃない、このはオンにしておくと安全というのが一つと、シーリングもまあマイナス1とかマイナス3ぐらいの間にしておくと、より、精神衛生上いいと。で、このピークメーターがね、上にバンバン当たらない範囲で。今だと RMS 値がね、マイナス10前後になってますよね。あとメーターによってもね、前回お伝えしましたが、出方がちょっと違うので、別のメーターでも確認するといいですね。という感じで、調整していってみてください。で、 YouTube とかそういったもので配信した場合はマイナス14あたり、マイナス15前後がいいので、このあたりですかね、もうちょっと上かな、このあたりにするといいのかな。そしてオンオフするとちょっと微妙に音が前に出てくるといった感じですね。で、じゃあね、せっかくこう最後ですね、この全部、イコライザーとエキサイターとヴィンテージコンプレッサーね、ヴィンテージ EQ と、あとイメージャーでちょっと音を広げて調整してきましたが、全部オフにするとこんなサウンドです。オンにするとちょっと音の特性が、オフにするとだいぶ違いますね。というふうに、だいぶマキシマイザーによっても音が前に出てきたのではないかと思います。で、例えばね、本当にもうちょっと、音の圧高くしたいという場合はこのぐらいになるので、これでオンすると、まあ、かなり違いますよね。で、本当にここでのポイントは、音圧というのは上げれば、いいものではなくて、本当に適切なその曲と配信するプラットフォームに応じて、ちゃんとちょっとね、余裕の余白を持たせた状態で、マスタリングするのがコツです。あんまりここ上のところまでバンバン音量が、音圧が来ている状態になってしまうと、いわゆるノリ波形と言われているぺったんこなダイナミクスのない音になってしまってね、聞いてる方も耳が疲れてしまいますし、結局音がでかすぎるっていうので、スピーカーの音量下げちゃいますよね、聞く人が。ってなった時にぺったんこな波形で、音量がスピーカーによって下げられるので、もう本当に迫力のないダイナミクスのない、しょぼい音となって、リスナーさんの方で再生されてしまうので、それだけは避けたいですよね、せっかく作ってきた音なので。なので、しっかりとこっちでダイナミックスを保った状態で、しっかりと調整するのがポイントです。ただこのギザギザの波形がね、ちゃんと保たれてくるっていうふうに調整してみてください。いかがだったでしょうか。今後もトピックス、どんどんね、増やしていきたいなってものがあったらどんどん増やしていきたいと思いますので、お楽しみください。あとは VU メーターのテクニックなども有料のメンバーシップ動画なので、しっかりと公開もしているので、そちらも合わせてお楽しみください。ナイス DTM キックンでした。ありがとうございました。